皆さん、ナマステ。日本語のイピジのパーシャラへようこそ。私はカンナーニタです。今日勉強するペーパーの題は、日本語教育と教授法、ペーパー10。そして、モジュールの名前は、C や歌を使って学ぶ日本語。これを学習者コーナーとして投稿しました。学習目的に参ります。学習目的は、詩や歌を聞いたり、読んだり、作ったりすることは、言語取得に大切な役割を果たしている、ということを納得してもらうこと。さらに、外国語として日本語を勉強している学習者は、日本語で歌を歌ったり、歌詞の翻訳を試みたりしました。それを実践的な例として、外国語で歌を歌うことや、詩を朗読することや、翻訳することによって、いかに言語学習は楽しくなるということを指すことです。そしてそれを評価できる試みです。次は、キーワードの説明ですが、2つの C のうち、最初に藤田まり子さんの「蛍」という C です。夏に蛍がいかに風景に現れたりするのかということや、5月頃降り続く長雨の梅雨の場面を細かく描写しています。谷川俊太郎の「生きる」という、そのキーワード、例えば「喉は渇く」、「まぶしい」、「くしゃみする」、「拒む」などは、五感がちゃんと働いていることを指し、詩人が生きているということですね。こんにちは、皆さん。私は小学1年生のスヒニと申します。今日、歌手の藤田まり子が作詞作曲も手掛けた曲である「蛍」を紹介していきたいと思います。インターネットで調べてみると、「蛍火の森へ」というアニメがあって、大人気を呼んでいます。歌の歌詞がたまたまそのアニメの場面に近い雰囲気が表していて、熱狂的なファンたちが多い。その歌を動画化し、YouTube に投稿しました。実際には、蛍火の森へというアニメへと関係がありません。歌自体がかなりわかりやすくて、人によって捉え方が様々ですけれど、心温かくしてくれる曲と胸を打つ歌詞が恋に満ちていると言えます。ただし、その恋はいろいろな解釈できます。言い換えれば、その恋が普通ではなく、裏にはある程度の悲しみも絡んでいます。一緒にいても表現できない不明な距離があります。歌手が恋しくてたまりません。それで、リアさん、どうぞ。こんにちは、皆さん。小学1年生のリアと申します。今日この歌を聴かせていただきたいと思います。梅雨の真ん中、今日は雨上がり、
生ぬるい風、静かな夜道を通り抜ける。夏が近い。光輝き、この目を奪い、手にしたくなる。触れてみたくなる。あなたはこの蛍のよう。もう一回、まだ見たい。もう一回、その心。あなたの気持ちが見えない。望むほど苦しくなる。それでも嫌いになれない。ふわりふわりと蝶をもほたる。少し離れた場所から見るのが一番いい。そっとそっとつかめない、届かない、つかめない、その心。自分だけが思っている。感じると泣きたくなる。同じ気持ちにはなれない。もう一回、まだ見たい。もう一回、その心。あなたの気持ちが見えない。望むほど苦しくなる。それでも嫌いになれない。自分だけが思っている。感じると泣きたくなる。あなたの気持ちが知りたい。もう一度この歌を歌って、バクル先輩は英語で説明します。梅雨の真ん中、今日は雨上がり。生ぬるい風、静かな夜道を通り抜ける。夏が近い。 In the middle of the rainy season, today there is no rain. A mild breeze blows through the quiet night streets. Summer approaches. 光輝くこの目を奪い、手にしたくなる。触れてみたくなる。あなたはこの蛍のよう。 A flicker of light that steals my gaze. I want to hold you. I want to touch you. Who is just like this firefly? もう一回、まだ見たい。もう一回、その心。Are you ready? I want to see you again. Are you ready for this heart of mine? あなたの気持ちが見えない。望むほど苦しくなる。それでも嫌いになれない。 I can't tell how you feel. The more I yearn, the more it hurts. Yet, I could never hate you. ふわりふわりと蝶をもほたる。少し離れた場所から見るのが一番いい。そっとそっと。 Gently, gently, the fireflies dance in the air. To watch them from afar is what I like best. Softly, softly. つかめない、
届かない、つかめない、その心。I can't hold it. I can't feel it. I am unable to catch that heart of yours. 自分だけが思っている。感じると泣きたくなる同じ気持ちにはなれない。It's just what I think. I want to cry in vain. Our feelings can't become one yet. もう一回まだ見たい。もう一回その心。Are you ready? I want to see you again. Are you ready for this heart of mine? あなたの気持ちが見えない。望むほど苦しくなる。それでも嫌いになれない。I can't tell how you feel. The more I yearn, the more it hurts. Yet,I could never hate you. 自分だけが思っている。感じると泣きたくなる。あなたの気持ちが知りたい。It's just what I think. I want to cry in vain. I want to know how you feel. こんにちは、皆さん。UGC E パーツシャラへようこそ。今日は日本の有名な作家である谷川俊太郎の詩「生きる」を歌わせていただきたいと思います。生きる、谷川俊太郎。生きているということ、今生きているということ、それは喉が渇くということ、木漏れ日がまぶしいということ、ふっとあるメロディーを思い出すということ、くしゃみをすること、あなたと手をつなぐこと、生きているということ、今生きているということ、それはミニスカート、それはプラネタリウム、それはジョハン・シュトラウス、それはピカソ、それはアルプス、すべての美しいものに出会うということ、そして隠された悪を注意深く拒むということ、生きているということ、今生きているということ、泣けるということ、笑えるということ、恐れるということ、自由ということ、生きているということ、今生きているということ。今遠くで犬が吠えるということ。今地球が回っているということ。今どこかで産声が上がるということ。今どこかで兵士が傷つくということ。今ブランコが揺れているということ。今が過ぎていく。これからシュルティさんはこの詩の英訳をします。生きる、谷川俊太郎。生きているということ、今生きているということ、それは喉が渇くということ、木漏れ日がまぶしいということ、ふっとあるメロディーを思い出すということ、くしゃみをすること、あなたと手をつなぐこと。To be alive. To be alive now. It is to thirst. It's when dazzling sunshine filters in through foliage. It is to remember a certain melody suddenly. It is to sneeze. It is holding hands with you. 生きているということ。今、生きているということ。それは、ミニスカート、それはプラネタリウム、それはヨハン・シュトラウス、それはピカソ。
それはアルプス。すべての美しいものに出会うということ。そして、隠された悪を注意深く拒むこと。To be alive, to be alive now. It's a miniskirt. It's a planetarium. It's Johann Strauss. It's Picasso. It's the Alps. It's encountering all the beautiful things. And is carefully refusing the hidden evil. 生きているということ。今、生きているということ。泣けるということ。笑えるということ。恐れるということ。自由ということ。To be alive, to be alive now. It is to be able to cry.It is to be able to laugh. It is to be able to be angry. It's being free. 生きているということ。今、生きているということ。今、遠くで犬が吠えるということ。今、地球が回っているということ。今、どこかで産声が上がるということ。今、どこかで兵士が傷つくということ。今、ブランコが揺れているということ。今が過ぎてゆくこと。To be alive, to be alive now. It's a dog barking in the distance now. It's the earth revolving around now. It's the first cry raised somewhere now. It's the soldier getting hurt somewhere now. It's the swings shaking now.It's the now that's passing now. 皆さん、ご清聴ありがとうございました。